防衛力重視の EU 指導部が発足、ロシア侵攻、対米関係が課題。欧州連合、EU の行政執行機関トップであるルズラ・フォンデアライエン欧州委員長が2期目の任期を迎え、欧州委員26人の新指導部が12月1日に発足しました。また、EU 大統領にはコスタ氏が就任し、 欧州の防衛力強化やウクライナ支援を重視する姿勢を明確にしています。新指導部は来年1月に就任予定のトランプ時期米大統領との対米関係の維持や EU 内部の結束強化に向けた取り組みを本格化させます。トランプ時期米大統領はウクライナ支援や NATO の集団防衛体制への関与に消極的な姿勢を示しており、 これが EU の安全保障政策に新たな課題をもたらすと予想されています。また、トランプ氏が米国第一主義を掲げ、輸入品への関税措置を強化する可能性も指摘されています。これにより EU と米国間の貿易関係が不安定化する懸念があります。EU はトランプ政権下での米国との交渉力を強化し、 以下のような取り組みを進める必要があります。1. 独自の防衛力強化。米国に依存しない形での防衛体制を構築し、対ロシア抑止力を高める。2. 貿易摩擦への対応。米国との貿易交渉を強化し、欧州経済を守るための戦略を策定。3. ウクライナ支援の継続。 トランプ政権によるウクライナ支援縮小の影響を補うため、EU 独自の支援策を強化する。EU 加盟国では、移民問題を争点とする極右勢力や EU 会議派の影響力が増大しています。これにより、EU 内部の結束が揺らぐリスクが高まっており、新指導部にとって移民政策の見直しは重要な課題です。特に、移民流入を抑制しつつ、 難民保護の義務を果たすバランスの取れた政策が求められています。具体的には以下の施策が検討されています。外部国境の管理強化。フロンテックス EU 国境警備庁の役割を拡大し、不法移民の流入を抑制。移民の分担制度の見直し。加盟国間での移民受け入れ分担を調整し、特定の国への負担を軽減する。 移民の社会統合策の推進。難民や合法移民が受け入れ先の国で社会に溶け込める支援プログラムの強化。今月19から20日には EU 首脳会議が開催され、以下の主要議題が取り上げられる予定です。1、ウクライナ支援の拡大。EU としてロシアの侵攻を受けるウクライナへの軍事人道支援をさらに強化する方針を協議。2、 対ロシア抑止力の強化。ロシアの侵攻を防ぐための防衛戦略を再検討し、エネルギー供給の多様化なども含めた包括的な抑止策を議論。3.UA の外交戦略の見直し。トランプ時期政権下での米国との関係構築に加え、中国や中東諸国との関係改善に向けた外交戦略が話し合われる見通し。 ボンデアライエン委員長を率いる欧州委員会の新指導部は、内外の課題が山積する中で、加盟国の結束を維持しつつ、欧州の影響力を強化することが求められます。トランプ時期政権の政策や EU 会議派の対等など不確定要素が多い中で、欧州が主体的に外交、安全保障、経済政策を展開する能力が問われています。 特に、ウクライナ戦争や移民問題への対応が、新指導部の実績を左右する重要な指標となるでしょう。今後の欧州の舵取りに注目が集まっています。残念だが、1月にウクライナ戦争は、リベラリズムからリアリズムに変わる。1997年ウクライナの記憶。かれこれ30年近く前になる。 1997年夏のある日、私はウクライナ中部ドニプロ市にあるミサイル工場、ユジマ市を訪れていた。核を搭載できるロケットの解体作業を視察するためだった。ユジマ市とは、ミナベ機械組み立て工場の略称で、モスクワから見て、ミナベに位置したことは言うまでもない。かつて、 そこは大陸間弾道ミサイル ICBM のおよそ4分の3を設計製造していた旧ソ連屈指の名門工場で時を経た今はウクライナ国防省が欧米から先進的な部材を調達して兵器を製造している。視察を終えて中庭へ出ると 弾頭を外されて、無料の長物と化したアルミニウム製の巨大な筒からが、いかにも所在な下げに陽光にさえ、さら、されていた。見上げれば、まるで抜けたように高く澄み切った空に、ウクライナ国旗と並んで、星条旗が本、翻、る。翌日には、ワシントンから Z ブレジンスキー元大統領補佐官が訪問することになっていた。勢いづくロシア、式衰えるウクライナ。 今年11月のアメリカ大統領選挙はトランプ候補の圧勝に終わった。アメリカ国民はバイデン大統領が後継ぎ者に指名したハリス副大統領ではなく同大統領の宿敵ドナルド・トランプを選んだ。選挙期間中、トランプ氏はロシアとウクライナの戦争をすぐに終えると約束していた。戦場は今、陣取りゲームの最後のキャンペーンに入っている。 アメリカ大統領選挙の結果は、ロシア・ウクライナ両軍の指揮に明暗を分けた。ロシア側は勢いづき、ウクライナ軍の指揮は、水、衰、えかけている。ロシア軍は、ウクライナ東部のドンバスで前進し、8月にウクライナ軍に占領されたロシア西部のクルスク奪還を目指して、反抗をかける。ウクライナ側の戦意の衰えは、前線の残豪、残豪、 に潜む兵士の身に止まらない。A、エコノミスト、四11月12日号は、ウクライナ国内における沿線、沿線、ムードの広がりと、ゼレンスキー大統領の求心力低下を報じている。プーチンが旧ソ連の名門、ユジマ氏を打った意味。与えられた時間は、アメリカの政権が移行する新年1月20日までと決まっている。バイデン政権末期のアメリカと、 イギリス、フランスの両宇つ,つ政権は、ウクライナに供与した長射程兵器によるロシア領内への攻撃を容認した。アメリカは、また、これまで禁止してきた大人時代の供与マリオも表明した。ロシアは、最新鋭の局長音速中距離弾道ミサイル、オレシュニクを発射し、冷戦終結の記念碑、とも言うべき宇治町に、マハ11を超える速さ。 ウクライナ国防省情報総局発表で打ち込んで、それに応じた。プーチン大統領が、ここに来てユジマ氏を標的として選んだことは、バイデン大統領に当てた強烈なメッセージだったに違いない。2022年2月、ロシアはウクライナに軍事侵攻し、冷戦終結後の世界に、乱世を呼び込んだ。それが、冷戦の覇者アメリカの一極支配による、 平和のルールを真っ向から踏みにじる行為だったことは言うまでもない。ロシアに勝たせてはならない我々の結束は揺るぎない。同じ3月、ベルギーで開催された北大西洋条約機構な東臨時首脳会議のテーブルで、バイデン大統領は拳、拳を振り下ろしながら、そう言って、西側収容国と大西洋同盟を急合してミソ U のウクライナ支援に乗り出したのだった。 バイデン退場後のヨーロッパ。しかしながら結局、バイデンのアメリカは、プーチンのロシアを屈服させることはできなかった。それどころか、ロシア国内では、オレシュニクによって国威が発揚されて、プーチン大統領を支持する保守的な世論が高まってすらいる。かたや西側収容国の政治リーダーは、ことここへ至っても、なおウクライナ支援の正義を主張し、 支援を継続することの必要性を訴えるばかりである。戦闘は収まるどころか、ミサイルとドローンを撃ち合う欧州へとエスカレートしている。一歩踏み誤れば、ヨーロッパを巻き込んだ世界大戦につながりかねない危機と背中合わせの袋工事に陥っている。やがて海の向こうのアメリカで、バイデン政権が退場をする。ヨーロッパの主要国は、 エネルギー価格の高騰とウクライナ支援の財政負担が重荷となって、高インフレと不景気のスタグフレーションから抜け出せない。特に、アメリカに次ぐ第二のウクライナ支援国ドイツの混迷は深い。バルト海底のノルドストリームパイプラインが何者かによって爆破され、東西ドイツ統一後の競争力を支えた安価なロシア産のガスを奪われた。ウクライナに平和は訪れるのか 残されたウクライナは、軍事援助は愚か、財政支援までも止まってしまえば、国家としての存続自体が危ぶまれるだろう。戦時下のウクライナで政府が機能し、経済が持ちこたえてこられたのも、ひとえに西側主要国と、国際通貨機器 IMF や世界銀行 WB などの国際機関を通じた融資と送金あればこそのことだった。 ロシアによる侵攻が始まった2022年、ウクライナの国内総生産 GDP は対前年比でマイナス29%と急落した。ほぼ強硬状態に陥ったことは疑いを入れない。この国の経済は、主として東部と南部の石炭と鉄鋼をはじめとする重化学工業によって支えられてきた。その中核をなす一帯をロシアに奪われた。あるいは、 ほとんど廃墟と化している。財政の破綻は無べなるかなである。必要な支援はもはや武器ではない。平穏な日々と復興へ向けたそれである。身体を問われるゼレンスキー大統領。確かにロシアがウクライナへ武力で侵攻した。ウクライナは奪われた領土を取り返すために反撃に出た。正義がどちらにあるかは火を見るより明らかだ。 西側は、ウクライナの立場を支持し、戦うための武器を与え、15を支えるための資金を送って支援する。だがしかし、銃もパンも西側頼みの戦争には、おのずと限界があった。それに、そもそも西側の支援は永遠ではない。最後は、リアルな現実が奇数、奇数、を決めるのが、戦争という手段でもある。年が変われば、 リベラリズムに代わってリアリズムの言説が世界を覆うはずだ。その後ウクライナでは5月に大統領選挙が実施されるだろう。改憲令した大統領の任期は延長され最高会議議員の選挙も延期されてきた。アメリカと西側はそれをあえて不問に付してきた。だがトランプ時期政権がこの先もそれを容認するとは限らない。 ゼレンスキー大統領自身も、いずれ身体を問われよう。このようにしてしか戦争を終えることのできない世界に私たちは生きている。国家そのものが巨大な利権と化している。そして、政治リーダーは自らをどこまでも肯定し続ける。国民の審判が下されても、なお、賢者の不在を投げかざるを得ない。